こんにちは、かくすけです。やっていきますと忘れるんです。ビッグファーマ、なんか半分くらいまでチャート全部やるって言ってましたけども、なんかそんなにね、余裕っていうか、そんなにできるかなこれ一面ですよ、一面でこんなにやってるから、無理なのかな。 2,3 面までやって終わりますかね。思った以上にね、時間がかかるからね、今ちょっとストップして、ストップしちゃった。ストップだからちょっと隙間ができてますけど、ずっと動かしてたら多分大丈夫なはず、いやー、この部屋は全部完全に使い切りましたね。ちょっとここら辺がいらないやつなんですけど、これちょっと再利用したいな。他の部屋にも使えるんですかね。よーし、やっちゃった。ちょっとストーンハウスの癖でね、スペースボタンを押したらちょっと時間がストップしちゃうんですよね。ストーンハウスでは、スペースを押しながらマウス動かしたら画面移動だったんですよね。なんか無駄が多いぞ。ミキサーが時間かかってるんですね。そっか、ちょっともったいないな。ミキサーを同時にするって難しいですよね。仕方ないかな。そうなったらここをお薬と並行してやる必要はないんじゃないかな。クリームだけでいい気がするな。まあ安定してるから放置ですかね。そっか、ミキサー時間かかるのか。ちょっと余裕あるんでこっち側やってみましょうか。新しい部屋を作成しました。で、何作ろうかな。リサーチポイントが溜まってますね。ミキサーでも上げとこうもうちょっと考えた方がいいかな。どんどんすごいやつを作っていきたいですよね。ブラッドリバどれしようかな。次これまだできない、これやってみようかな。ペインキラーのあれですね。ペインキラーの使いまくりですね。でもね、ペインキラーのやつは、そうだ、これできなかったんだ。これ何と混ぜ合わせればいいんですかね。混ぜ合わせの基準がわからないんですよね。チュートリアルでやったはずだけど。Research complete. OK。どんどん作るな。リサーチコンプリートしましたね。よし、じゃあ、はい、シェイカーですね。これはなんだ、ドラッグパッカー。パックしてくれるんだ。これいくつかのお薬を一つにまとめてくれるの。でもこのクリームと同じように粉薬にするみたいな感じかな。よし、やっていきましょう。どれするんだっけ。これができないから、どれもできないじゃん、それだったら。わかんないもんな。これはもうあげようがないんですよね、確か。あげようがないやつですね。じゃあここら辺やってみたいな。この丸いのはなんだ。丸いのはどれだ？あれ？丸いのないぞ。これ？違うな。丸いのなんてないと思うんだけど。一面にはないのかな。そんな気がするしますね。ちょっとスカスカですよね。これ、丸くはないか。オートクレイブ。New ingredient discovered.新しいお薬の原料ですね。これだね。これですね。ま
だまだ後になりそうですね。じゃあこの新しいのを見てみましょう。これじゃあ新しい人ここら辺に行かせましょう。よし、アンティットエプレサントなんかこれすでに混ぜたような マークになってますけど、これすでに混ぜられてるのかな。なんでこの混ぜられてるのと混ぜないとダメなのかな。やってみますかね。やってみますかね。これやってみましょう。7から11にするんでしょ。最初14だから一気に下げなきゃダメですね。からかな。ここでこれを一旦入れてみます。で、大丈夫かな。あのおじさんに明らかに負けてると思うんだけど、勝つ必要ってあるんですかね。とりあえず100万稼げればいいと思うんだけど、どうなんでしょう。とりあえず下げなきゃダメなんですよね。下げましょう。こっち側は何もないから、 New World Event。 お、ワールドイベントが起こりましたね。これやって、これで11まで下がるんだよね。でも、あ、11まで下がってこれを入れればいいのか。これね、これに入れればアップグレードできます。ワールドイベント、変わりました。さらになんか3つミックスみたいなのがあるんですよね。3つミックスしないといけないやつ、これはわからないから、最初からミックスは、さあ3つミックスのやつがあるのかな。となると一番右側まで、 A competitor has released a new product。 早すぎるよ。これはできるだけ消したいから、これを一番右側まで上げればいいだけですよね。あ、これ再利用できない？できますね、これ。じゃあ、ここですね。よし、これで一旦上がって、それともまだ足りませんよね。1個ずつ上げるのか。これは売った方がいいかな。あとね、1、2、3、4、1、2、これって1回に9円か。で、これが1回に29円か。じゃあ、これ1個使った方がいいですね。場所は無駄になるけど、リサーチコンプリートしましたね。オッケー、シェーカー3人。いいよ。お金に余裕ができてきたからね。で、これを回して、こうして、これでいいんじゃない？これで、あとは梱包して、送る。これはね、これはですね、仕方ないね。ここにやっぱね、出したいから、こうでもいいんですよね。こっちの方が、いいかな。将来ね、こっちの入り口を使うときに、あ、売っちゃった。こっ
ちの入り口を使うときにね、ちょっとでも広い方がいいと思うから、こっち側のちょっと遠回りするやり方でしました。 New ingredient discovered。 お、やった、新しい原料が来ましたね。ほうほうほう、あ、これすでに混ざった。あー、すでに持ってるんだ。やっぱこの原料と混ぜる必要があるんですね。はい、わかりました。お、なんだい、あ、新しいのできました。ありがとう。これいくら？410円。いいね。うん、そんな途中にもそこまでお金使ってない数だからいいですよ。その次、これで1個できましたね。あー、これと混ぜる必要があったんですね。これが今できて、あ、ここまでしかできないですね、これは。で、さっき見つけたのはこれです。リムーブスワーズ、ワーズ、これをやってみようか。よし、やってみますね。13から15、元が10だから1回3上げて、これ下げる機械ですね。これやればいいですね。3と2持ってるから混ぜ合わせたいですね。1と2のところに、あ、4のところに何か持ってるものをしたいですね。4のところに何か持ってるのって、4のところにいい効果持ってるのはまだないか。シェイカーでやってもいいですね。シェイカーしたら3つ目のところに、あー、これ、あー、これね、これやってもいいですね。アンチね、アンチとリムーブスワーズ、リムーブスワーズとアンチですね。リムーブス、あー、これと、一番左、と、これだから、あ、右側に、あー、ここまでやればいいんだけど、でも3のやつ持ってたから、これやったらすごくいいんですよね。あ、まだですね、これが必要ですね、それやるとしたら。わかりました。で、あー、行かせてないですね。やってみましょう。となると1個買わ、あ、やっちゃった。1個買わなきゃな。ここ狭い範囲でできるか、ここまで買っちゃった方がいいのかな。できなかったら買いましょう。で、これがまずこれでしょ。これと、あと、これね、これ。よし、この2つを混ぜ合わせて、なんとか、やっぱ混ぜ合わせたら買おう。で、まず、これをしたいから、13から13に上げて、これをすればいいんだね。で、それと、これね。あ、先に混ぜなきゃダメですね、これ。一旦混ぜちゃわないとできないやつですね。これなんで今まで、あ、これはもともと持ってるっけ。あれ、混ぜ合わせてられた効果持ってないはずなんだけど。あ、これか、これか。あ、あれ、2つある。ワインとアンチ、あ、これをした、あ、ちょっと、あれ、どっちだっけ。確か、あ、こっちをしたいって言ってたよな。マインの方ね、マインの方が3つ目かな。あ、マインの方が3つですね。こっち側をしたいんですね。じゃあ
4から6の時に1回これをしないといけないんですね。上げて下げてのこっちが4から6か、遠いな、一旦上げて下げての方をしましょう。上げて上げて、ほい、よし、端っこにするぞ、端っこ、上げて、で、これです。これをしないといけないんですよね。あ、向きが、あ、こうだな、うん、ちょっと場所が、こうやってここで反応を起こすかな。ふー、見てみましょう。ちょっと今回この動画で終わらせようかな。もうね、頭使って疲れますね。よし、これで13になったでしょ。13の時にこれをすればきっと、なりましたね。あ、1個消えたし。あ、じゃあ一番上に入れるのもいいな。一番上入るな。で、シーカーするつもりだって。あれ、一番上も消えちゃった。リサーチコンプリート。 OK、 はいはいね、ありがとう。で、これが欲しい、これが欲しいんだ。で、あ、2は必要ないんですね。じゃあ、頭がぐるぐるだ。これをやったんですよね、今。あ、これもできるな。17まで上げてこれすればできるな。14か。一旦これも上げますかね。これは一番上なんもないんだよね。でもこっち消えたんだよね、一番上で。3つ目に入ってて、これを1個上げたら、あ、あ、これ1個上げたらいいんじゃないかな。これシェイクしましょう。シェイクシェイク、一旦シェイクして、シェイクして、一番下のが上に上がってくるから、これ見とこう。一番下にイーサイを置くんですよね。で、これが、あれ、あ、しまった。 New ingredient discovered。 あ、しまった間違った、間違ったな。あー、もう一回シェイクしないと。元のままだったら何がダメなんだろう。3番目同士でいい作用が、あー、重なってるんですね。じゃあこっちシェイクすればよかったな。ですね、こっちが残ってくれたらいいんだけど、悪い方が残られるとダメだけど、こっちはちょっとムーブしちゃおうかな。こっちを先にシェイクしましょう。よいしょ、小スペースにね。で、これ場所が変わるだけだから、4から6まで一旦上げればいいんだね。じゃあ3に一旦上げましょう。3に上げて、そこから出てくる。こうやろうかな。こうなって、こっから出てきて、なんかこっち側とこっち側がどんどん離れていっちゃってるな。近づけないといけませんね。こっち側に出さなきゃいけないんでしょ。この人をちょっと近づけないとダメですね。これでどうなった。あー、ここと一番上と一番下で、これをこれしないとダメなんですね。じゃあ一旦こっち側に来てもらおうか。こうやってもらって、
て、こっちはどうしたいんだっけ。これを今の状態19、17まで上げて、17まで上げたい。17まで上げるってなると、一回これ通さなきゃ。これ欲しいんだけどね。これ、あ、もう終わってはないか。これで一気に上げられるんですよね。うん、これでですね、多分ここまで上がります。ここってなんだ、15ぐらいまで上がるのかな、多分。これが早く終わってほしいですね。うん、あ、でもこれを通したいのはあっちか。じゃあ後で通せばいいのかな。じゃあ一旦ミックスしましょうか。今これ、ん、今これ、うん、今これでミックスしてから両方これに入れちゃえば都合がいいのかな。お、終わりましたね。どんどん終わりますね。あー、1610ロケーション、あ、リサーチ、あ、そっか、砂漠をしないとダメですね。アップグレードしましょう。今から使うこれを Insufficient upgrade points。 やりすぎた。じゃあちょっとバイバイしておこうか、ここら辺はね。で、一旦ミックスしたいんだよな。だから、ミックスして本当にそれでいいのか怪しいので、こうかな。こっちの方がいいか。これ全然ダメ。そうですね、やっぱ。これで、あれ、あ、違う、思ってるのと一箇所違いました。あれ、これか。あ、違うな。これだよな、やっぱこうじゃないとダメなんですね。こうやってで、頭使う。この動画で終わるとか言ってたのに、時間が。今回の動画ちょっと長めにしますかね。これが混ざって、消えてるんだろう。で、あ、一番上は消えてよかったのか。あ、でも、あ、悪いのが残っちゃったな。なんでだろうな。値が大きい方が残るのかな。となるとちょっと困りますよね。そうなんですよね。値が大きい方が残るんだよな。10から7にして、3から6にして、多分入り口の問題じゃないと思うけど、入り口変えてみますかね、一旦。わかんないんでね。じゃあ、これで一旦やってみようかな。それで変わってくれたら、あれ、はい、こうだな。こうやってこうと、これがこう、これでいいのが残ってくれたらいいな。どうなる？
やっぱそうなる？うん、そっか。いや、いや、間違った、間違った。入れる場所間違った。どうしよう。そっち側にあれを入れて。ちょっと、交差しちゃうからな。ちょっと待って。赤の左が、が低い方ですね。となると、赤の左、こっちにこれを入れて、なんかね、入れる場所な気がしてきました。そうなるとちょっと最初の入れる場所を間違えたな。こういうのも考えないといけませんね。いいのかな、これで。これがあれ下に入っちゃう。やっぱちょっと待って、また同じことしてる。どうしようもないんですよね。なんでどうしても、そうなんだよ。赤の左側が消えるんだよ。なんでこんな同じ間違い方してるんだろう。交差しちゃうからもうどうしようもないな。どうやればいいんだろうな。赤いのがどうしよう、出られなくなっちゃうからもう仕方ないってことかな。分かった。じゃあこっちがどうしても消えちゃうってことで考えると、シェイクの仕方を間違えたのかな。ここでシェイクして、一番下に持ってきたのがダメだった。3番目にはこれが入ってるでしょ。多分ここで一番下にあるのは消えるんだと思います。一番上と3番目がこちら側は入ると思うので、もともとシェイクしなかったらいいのかな。シェイクしないバージョンやってみます。消して、違う、これでやってみよう一旦。それになると、ここら辺にある。 A competitor has released a new product.新しいの。このままでいくと、4つ目が消えて3つ目が残る。この人も3つ目にいいのが入ってるんですよね。これはこっちはやっぱシェイクした方が良かったな。なんだろうな。すみませんね、これ見てる人モヤモヤしてますね。Research complete. もうあと1個動画撮っちゃおう。ちょっとこの短い時間じゃ無理。